答えるような気がします。よかったよかったちょっと今私歌ってたよね自分で。じゃあカラナの新しいアルバムパンプリという、もう買った人、持ってる人、パンプリ持ってるやつした、ありがとうございます。で、ね、名古屋からお友達が見に来てくださってるんですが、もう疲れちゃったね、朝からね、マークシェイクさっき元気よく飲んでたんやけども本当にそうで、パンプリなんですけども、あの目印は関西高校です。さあ、ナーバイエファーの新しいカレフラワー、カレフラワーっていう言葉は真っ赤なレフワの花、レフワっていうのは黄色もまた白もオレンジ、ピンク、たくさんのレフワがあるんです。でも今日は赤いレフワを歌っています。お届けしましょう。 Now written by the ナーバイエファー We share the song called the カレフワワ。曲に合わないっていうのはどういう曲なんでしょう。後で言います。あ、そうですか、ありがとうございます。
ップレットです。ワンショルダーのダップレット、こちらはキラウエア火山の溶岩をイメージして作りました。これはでも袖があるんだね。そうですそうです、両方つけると高くつくんで片方だけにしてみました。なるほど、グッド、それはいいアイデアだと思います。こちらの色はライトブルーと言います。オーシャンブルーをイメージして作りました。カオラさんに来ていただいたおかげで今回もこの色が一番人気があると思います。お袖の形がアメリカンスリーブになっています。形は全部で5型です。いろんなサイズがあるんですね。そうです、S から 5XL までございますので、大体の方はどなたでも来ていただけると思います。ちなみにかんちゃんはサイズは4L、 かんちゃんで L ですか。 5XL はかなりまでいくと思いますので大丈夫です。はい、お衣装揃わなくても色バラバラでもこんなに綺麗ですよね。うん、私は作っていながら感心しました。やっぱ踊り手がいいといいもんなんですね。で、同じ、なんていうのかな、紫っていうの、グラデーションこれ難しかったんでしょ。はいはい、これね、ちょっと素材の話をさせていただくと、これストレッチが効いてるんですが、もともとのグラデーション、クラッシュベロバにはストレッチの効いてる素材が少ないんですよ。で、わざわざ普通のストレッチベロバの火バタの門にクラッシュ加工をしましてグラデーションで染めたんです。それはそのストレッチが欲しいからわざわざしました。だから素材としてはすっごく高くはついてます。アロハスタンドが今回もすごい頑張ってますので、やっぱそういう深いところを考えられて、衣装を使われているとお聞きして、衣装屋としては大変嬉しい話を聞かせていただきます。ちなみに僕たちはずっとアロハスタンダードでね、衣装を最初から最後まで、作ってあるんです。誠意に対応してくれて、やっぱりドレスに愛情がある、ドレスを作るっていうのは、僕はアロハスタンダードがしっかり作るんだなっていうふうに思いますしね。それは曲に愛情を持って踊ってくださるダンサーがいらっしゃるからドレスが引き出すわけだ。あとで2万円貸してもらっていいですか。これからもですね、たくさんいい衣装を多分作っていくと思いますし、はい、キャンペーンドレスなんていうのはわりかし手頃な感じで、そうですよ、はい、普通のと違って、なので、ぜひアロハスタンダードのカタログ、またアロハスタンダードの動きに注目してですね、これからもフラダンス、また、ステージの方をお楽しみください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。先生もどうもありがとうございました。皆さんありがとうね。ありがとうございました。